台北市立動物園が19日から28日まで休園しています。フラミンゴの家がきれいになる見通し、猿の家もさらに整備されます。しかし来園者が心配しているのは、休園？多くとも 3,4 日だろう？10日間？参観経路が複雑、今回の休園を機会に調整してほしい。動物園は参観ルートの表示を強化する方針です。6月に休園する原因は、調査によれば来園者数が最も少ないのは6月だ。6月の休園は来園者への影響を最小限にとどめることができる。子どもたちが大好きな遊園バスも安全検査などが実施されます。6月29日以降、遊園バスできれいになる動物園を楽しみましょう。